ドワイト・ディ・アイゼンハワー。ドワイト・ディ・アイゼンハワーは、アメリカ海軍の航空母艦。ニミッツ級航空母艦の二番艦。艦名は、第34代、アメリカ合衆国大統領ドワイト・ディ・アイゼンハワーに、ちなんで命名された。当初は単に、アイゼンハワーであったが、1970年5月25日に、ドワイト・ディ・アイゼンハワーに変された。軍の内外より、 ドワイト・ディ・アイゼンハワー本人と同様に、アイクの愛称で呼ばれている。ドワイト・ディ・アイゼンハワーは1970年6月29日、バージニア州のニューポートニューズ造船所に発注される。1975年6月30日に、看板号が区分 -69 から CVN-69 に変更された。1975年10月11日に浸水。 マミー・アイゼンハーによって命名される。1977年10月18日に就役。初代艦長は、ウィリアム・イ、e、ー・ラムゼー大佐。ラムゼーは、アイク艦長を務めた後少々まで昇進した。就任以来13名が艦長として着任している。就役後は、大西洋艦隊に配属され、14ヶ月間の訓練後、1979年1月に、 最初の地中海配備に就く。イスラエルの沖合で活動中、カーター大統領とイスラエルのベギン首相が艦を訪問した。同年7月にノーホーク海軍基地に帰還する。1980年、二代目艦長のジェームズ・ H ・モールディン大佐の指揮下二度目の地中海配備に就く。イラン・アメリカ大使館、人質事件に対して、カーター大統領はアイゼンハワーを インド洋に急走し、人質救助作戦の3日後、ミミッツと交代した。中東の緊張持続に伴い、アイクは8ヶ月以上のアイダイラン沖合のステーションに泊まり、合計254日間の航海を行った。この間、艦の水兵と海兵隊員は45日間、飛行することなく航海した後2本の B を楽しんだ。その後、 154日間の公開後彼らはもう2回ビールを楽しむことができた。これはアメリカ海軍の水兵による最初のアルコール飲料の法的な消費であった。アイクの乗組員たちはインド洋のパトロール海域をマペットキャラクターからゴンゾ・カーアミットステーションと呼んだ。ある時は152日間を気候なしで活動し、これは新記録であった。 その後インディペンデンスと任務を交代し、1980年12月22日に母校のノーフォークに帰還、乗組委員を及び航空要員は家族と共にクリスマスを祝った。アイクの帰還から29日後にイランの人質は解放された。アイクは合計8度の配備を完了し、その中には1980年と1991年に行われた2度の土曜配備を含む 二十年以上の間、アイクは空母の平時配備における最長記録を保持した。アイクの前の記録保持感は二ミッツであった。アイクの記録は後にセオドアルーズベルトによって更新された。1982年の三回目の配備でアイクは地中海に戻り、再び海上での多くの日々を過ごした。新たな艦長として EW ・クレクストン大佐が着任したが、彼は 以前、ラム税艦長の副艦であった。4度目の配備完了後、アイクは1985年10月に、ニューポートニューズ像船所に入居し、後半イオーバーホールが行われた。作業は18ヶ月に及び、近接兵器、システム、シースパローミサイルシステム、海軍戦術データシステム、対戦戦モジュールの追加、通信機材の改良及び1831の、 信頼と25のコンパートメントの更新が行われた。アイクは1987年4月に艦隊に復帰した。1987年の秋に行われた検査巡航で、アイクはベネズエラのカラカス、バージン諸島のセントトーマス島、ジャマイカのモンテゴベイに寄港した。1988年2月29日にアイクは5度目の配備で地中海に赴く。 スペインのパルマデ・マヨルカ、フランスのツーロン、カーン、イタリアのナポリ、リボルノ、シチリアのシゴネラ海軍航空基地、トルコのアンタルや、イスラエルのハイハを訪問した。1988年8月29日に、ノーホークに帰還したが、スペインの石炭運搬船と衝突事故を起こす。損傷は共に警備であったが、アイク艦長のゲイリー・ベック大佐は1ヶ月後に、解任された。 1988年9月に、バージニア州ポーツマスのノーホーク海軍造船所に入居し、1989年4月に艦隊に復帰、同年秋に2度の検査巡航を行い、アイクはフロリダ州のフォートローダーデールに寄港した。1990年には6度目の地中海配備を完了した。配備はドワイト・ D ・アイゼンハワー船手にある。 アイゼンハワー大統領生誕100周年、記念マイナスによって記念すべきものとなった。リー記念日の式典では、ノルマンディの沖合を航行し、アイゼンハワー大統領の息子、ジョン・アイゼンハワーと、ノルマンディ上陸作戦に参加した、退役軍人たちが登場した。一方、第7空母航空団は、オマハビーチのアメリカ軍将兵の墓地の上を飛行した。 1990年のイラク軍によるクウェート侵攻に応じて、アイクは、航海で、作戦活動を行う、最初の空母となり、スエズ運河を通過した2番目の原子力空母となった。イラクがサウジアラビアに侵攻した場合の、即応体制を取り、国連軍によるイラクに対する通商封鎖作戦に、参加した。ドックでのオーバーホールが完了すると、 アイクは1991年9月26日にペルシャ湾に展開、多国籍軍による砂漠の嵐作戦に参加した。その後1992年4月2日にノーフォークに帰還、1993年1月12日にオーバーホールと回収のためノーフォーク海軍造船所入りし、1993年11月12日に艦隊に復帰した。 2001年5月21日にアイゼンハワーはオーバーホールのためニューポートニューズ造船所のカンドック入りする。オーバーホールは4年の歳月と25億ドルの金額が費やされた。2機の原子炉の炉心交換と様々な技術的アップグレードが行われた後、アイクは2005年1月25日にニューポートニューズを出港、ノーフォーク海軍基地に帰還し、艦隊に復帰した。 近代化によって、艦の対応年数は2025年を超えることとなった。2006年10月3日にアイゼンハワーは、第8空母打撃軍の機関として、アランジー・マイヤーズ少将の指揮下任務に復帰した。アイクは、イタリアのナポリ、キプロスのリマソルを3日間訪問し、12月にペルシャワに入りする。2007年1月8日、 ソマリアのアルカーイダ拠点を攻撃するため、ジブチから AC-130 ガンシップが発進した。インド洋に展開していたアイクは、作戦の援護のため、上空支援と負傷者が発生した場合の救助任務を担当した。アイゼンハワーは、第8空母打撃軍の機関であり、第7空母航空団を搭載する。打撃軍は、第28八駆逐戦隊を含む、 第3空母航空団は、ドワイト・ディ・アイゼンハワーに関西される航空団。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。